こんにちは。今回は三角形の面積を求める問題です。解説の前にまずは問題の内容を確認しておきましょう。図の三角形 ABC、 これは直角三角形で面積は30平方センチメートルです。 D は BC 上の点で BD 対 DC、 これ4対1です。 E は BC を延長した線上にあります。今角 DAC、 ここの角度と角 EAC、 ここの角度ですね。この角度が等しいとき、三角形 ACE の面積、これを求めてください。こういう問題になっています。それでは今から問題を流しますので、問題を解く人はその時点で動画を止めて考えてみてください。じゃあ解いていきましょう。まずは分かるところですね。ここから求めていきますけれども、三角形 ABC が30平方センチメートルで、ここが4対1ですね。ここの面積とここの面積、これについてはすぐ出てきますね。30平方センチを4対1に分けた時の1ですね。実際には30を5で割った形で6平方センチメートル。ここの面積が6。で、ここが残りなんで24。こういうふうに分かりますね。じゃあこの問題で今から考えるのは、この角とこの角ですね。これが等しい。これをどういうふうに使うかです。等しい角っていうのが離れてあれば、二等辺三角形を作ったりして、その二等辺三角形を2つに割って、直角三角形にして面積考えていく。こういうふうにしますけれども、今この2つの角、隣り合ってますよね。角 DAE。これを二等分してる線が AC。こういうふうになってます。こういう風に等しい角が並んでいる場合、考えることはほぼ折り返しですよね。こっちの小さい方の三角形っていうのをこっち側に折り返してみる。折り返してできる図形について考えてみましょう。さあ、こういう風に折り返した図を書きました。D がここに移ってきます。ここの点 F としておきましょうか。折り返しの時に考えるっていうのは、等しい角が移る。ここはもともと一緒ですね。この角がここに移る。この角がここに移る。これともう一つですね。対応する点。この場合 D と F ですね。対応する点を結ぶと、折り返しの線ですね。これに対して直角に交わる。これ結構大事ですね。こことここの線結んでみます。こういう感じですね。DF と AC ですね。これは直角に交わります。こういうふうに直角の記号をつけると、元々の三角形 ADC ですね。これが直角三角形だったら、この三角形とこれ、これ相似っていうふうに相似形が出てくるんですけれども、実はこの図の中にも相似形出てきてますよね。元々の三角形、これ直角三角形です。ここ90度ですよね。ここも90度ですね。っていうことは、辺 AB、これと DF、これって平行になってるわけですね。平行だから三角形 ABC、これとこの三角形ですね。これ相似形です。相似比どうなってるかっていうと、ここ1に対して、ここからここまでの長さ、これ5です。だから、この長さとこの長さですね。これ1対5になってます。書き込んでおきますね。はい、こういう感じですけれども、だんだん見えてきましたよね。折り返しの図形だから、ここが1だったら、ここの長さですね。ここの長さも1になります。さあ、ここで、三角形 ABC の相似以外に、もう一つ相似形がありますよね。この線、ここまで伸ばして、DF と AB、これも平行ですよね。だから三角形 ABE、これと三角形 FDE、これも相似形なんです。相似比っていうのは2対5です。ここが2対5だったら、こっちも2対5なんですけども、ここに書いたらちょっとややこしいんで、ここに書きます。ここ、2に対して、ここからここまでが5なんで、ここが3。もう大丈夫ですかね。この三角形、6平方センチでしたね。これを折り返して作ったのが三角形 ACF です。この三角形 ACF が6平方センチで、ここが3対2です。じゃあ三角形 ACE の面積。6平方センチメートル。これの3分の、これ3として3足す2で5ですね。3分の5倍。これで三角形 ACE の面積ですね。10平方センチメートル。こういう風に出すことができますね。こういう風に等しい角、これ見つけた時に、まず折り返しですね。折り返して面積比で考える。これよく出てきますけれども、折り返しの図形に関して、長さですね。長さ全部映ります。角度も全部映ります。それと合わせて対応する点ですね。対応する点同士を結べば、折り返しの線ですね。これに対して90度に交わる。90度っていうのは図形の問題の中で非常に重要な要素です。きちんと図の中に書き込んで考えていくようにしましょう。
はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。